始まったマイキの呪術大学。はい、今日はオンライン道場について話していこうと思います。まあ、ツイッターとか、まあ、僕の SNS いろいろ見てくれてる人はもうすでに知っていただいてると思うんですけど、オンライン道場始めます。で、8月の5日にスタートします。今週末ですね。で、まあなんで僕がオンライン道場を作ろうと思ったかを説明します。で、まず、僕は、ブラジリアン呪術はもうすごい素晴らしい競技だっていうふうに信じてます。呪術をしている人の、幸福度を上げる、そういう素晴らしい競技だと思ってます。っていうのも、僕自身、これもちょくちょく話してることなんですけど、僕、中学生から高校生ぐらいにかけて、結構鬱っぽくて、すごい気持ちが、すごい落ちてたんですよね。それっていうのは、中学校、高校行って、大学行って、就職して、で、周りの大人が、進める道、レールの上を、歩かされている感じ、それをずっと辿っていった先に、結果として、死んじゃうっていうのがあって、で、そういう、自分の人生に対して、絶望して、でも生きる意味とかって何なんだろうっていうか、すごい虚しいなって思って、それで落ちてたんですよね。こうやって、適当に進められた道歩いて、で、全部最後はなくなって、すごい悲しいだけだなって、人生悲しいだけだなって思ってたんですけど、ブラジリアン呪術に出会って、すごい楽しくて、最後、ゼロになったとしても、今この瞬間、すごいこんだけ楽しいんだったら、生きるって素晴らしいなっていうふうに思えて、そういう意味で、ブラジリアン呪術は僕の人生を救ってくれたんですよね。だからこそ、そういうふうに、そのブラジリアン呪術っていうのは、本当に素晴らしいものだっていうふうに信じています。なので、呪術を始めた人には、呪術を大好きになってもらいたいし、呪術をやることで幸せになってほしいと思ってます。で、その僕が技術をシェアすることで、そういう人の助けになれると思っています。僕はもう13年ぐらい、呪術っていう競技をやってて、そうですね。その世界のトップレベルで戦ってきたし、今も戦ってるし、トップ選手からいろんないい技術を教えてもらったり、僕自身そうやって教えてもらったり、教則動画をたくさん見て、呪術がどんどん好きになったし、幸せになっていったんで、だからこそ、その自分の身につけた技術だったり、自分が長年指導をしてきて、磨いてきた指導技術を使って、たくさんの人に自分の知識をシェアしていきたいと思っています。それで教則動画を今も、今までもいろいろ売ってきたし、そうすることで恩返しじゃないですけど、その自分がそういうふうに幸せになっていった経験を他のいろんな人にもたくさんの人にしてもらいたいというふうに思ってて、そういう幸せな経験を広めていきたいと思ってます。で、それで、教則動画とかも販売してます。やっぱりその自分が道場にいて、僕は東京のジムで呪術を教えていて、そこの会員さんに教えたり、その近くにいる人をプライベートレッスンで教えたりしてるんですけど、やっぱりどうしてもその地方にいる人とか、なかなか僕がいるジムに来れない人とかは、僕の技術を学ぶことができないんで、そういう意味でやっぱり教則動画っていうのはすごいどこにいても場所にとらわれないで、すごい可能性を感じて今まで販売活動頑張ってきました。で、オンライン道場は、それに、近い教則動画の販売に近いんですけど、よりその道場に近い、その教則動画の販売は、おのおのが買ってみるっていう感じだったんですけど、オンライン道場も僕が教える技術を動画見るっていうのには変わりないんですけど、その中で、コミュニケーションがあったり、より何ですかね、
まあ、道場ほど、その本当にリアルの道場ほど密なコミュニケーションはできないかもしれないんですけど、まあ、できるだけそれに近いコミュニケーションが取れるし、かつ僕のこう指導が見える、しかも僕とコミュニケーション取りながら指導が見えるっていうことで、またこうそれに対して新たな可能性を感じて、まあ、これを始めることでよりそういう、まあ、自分が呪術救われたような時のようなこう経験をできる人がより増えるんじゃないかっていう可能性を感じて、まあ、これから始めます。まだ、まあ、本当にリアルの道場と同じで、ちょっとずつ出来上がっていって、どんどんいいものになっていくものだと思うんで、まあ、ぜひ初めのメンバーになってくれると嬉しいです。そうですね。ちょっとずつコンテンツは溜まっていく、と思うんですけど、やっぱりこう技術の習得っていうのはもう早いに越したことはないんで、ちょっとずつこう磨いていって、その道場の成長とともに皆さんも僕も一緒に成長していけるようになれば嬉しいと思ってます。ちょっとなんか慣れてないから硬い感じの挨拶になってしまいましたけど、はい、じゃあこれぐらいで、追加情報とかも少しずつすると思うんで、これぐらいで。バイブー。